電気自動車用急速充電器イオンタウン、宮古南ショッピングセンターは、沖縄県宮古島市平良座松原に位置するショッピングセンターである。1994年11月19日に開店したマックスバリュー、宮古南店を各店舗とし、これに専門店を加えて2009年11月21日にイオンタウン、宮古南ショッピングセンターとしてオープンした。 宮古島市がエコアイランド宮古島宣言を行っていることに賛同し環境に配慮したエコストアとされており以下の設備を有しているオープン時点のエコストアとしての規模はイオングループの施設ではイオンモール苫小牧に次ぐものであった開業時点では近隣に路線バスの停留所はなかったが宮古島市が2013年2月4日から17日まで行った コミュニティバス、街中バスの実証試験運行では、本、ショッピングセンター前に停留所が設けられた。この試験運行の結果は2015年1月に予定される、イラブ大橋開通後のバス路線のあり方を検討する、上での基礎資料とされる。その後、宮古競泳バスよなはかデカル線が、経路変更により、イオンタウン南店バス停を設け、最寄りバス停となっている。 ありがとうございます。